皆さんこんにちは、エリーです。今日はたくさんリクエストいただいていたナイトルーティーンも撮っていこうと思います。よかったら最後までご覧ください。だいたい毎日夕方の5時、5時半ぐらいから夕食の準備を始めます。で、私本当に料理が得意ではないので簡単なものしか作れないですし、ヒリーが生まれてからは基本的に時間短縮のためにオーブンものの料理が多いです。なので本当に大したものを作れないので、料理に関してはノーコメントでスルーしていただけたら嬉しいです。ここ最近さつまいもにすごいハマっていて、このヤムっていう種類のさつまいもなんですけど、もうすごくビタミンが多いのと美容にさつまいもいいっていうことで、だいたい2日に1回は食べるようにしてるので、いつもこうやって量をたくさん作って作り置きしています。だいたい夕食を作るときはいつもまとめて多めに作って、次の日のランチとか後日食べれるように保存できるようにしてます。アメリカでは最近すごく有名なスーパーフードのケールを使ったサラダを作るのにハマってます。でケールはね、基本的に硬いものなので、いつもサラダに使うときはオリーブオイルをかけて揉んで柔らかくしてから使うようにしてます。でこのケールには冷凍してあったキヌアを解凍して、キヌアを入れてキヌアサラダとして作りました。サラダにはキヌアを入れた後、コーン、ブラックビーンズ、トマト、玉ねぎ、パセリを入れてます。で、オリーブオイルをかけてレモン汁を垂らして塩コショウで味付けしてます。アボカドがかなり熟してしまってべちょべちょになってしまったんですけど、これでキヌアサラダが完成です。サーモンはだいたい30分、野菜は20分ぐらいオーブンに入れて焼きます。でこの日は焼いている間にヘイリーをお風呂に入れました。だいたい毎日お風呂に入れるときは仕事から帰ってきた旦那さんに手伝ってもらいながら一緒にお風呂に入れています。お風呂タイムです。お風呂が終わったらヘイリーをベイビーロッカーに座らせて夕食を食べます。旦那さんは日本語が喋れないんですけど、いただきますっていう言葉が好きみたいで、夕飯の時は必ずいつもいただきますを言ってから食べるようにしてます。食後はいつも旦那さんが洗い物をしてくれてます。本当に家事にすごく協力的な旦那さんなので、とっても助かってます。で旦那さんがヘイリーに本を読んだりあやしてくれている間に、私はいつもメイクを落としたり洗顔をしたりしています。
だいたい毎日7時頃にはヘイリーに最後の授乳をして寝かしつけるようにしています。でちょうど先週から一人でクリブで寝かしつけるトレーニングを始めているので、腕で寝落ちする前にベッドに入れるようにしています。本当にまだまだ慣れてくれなくて、夜泣き続けて泣き疲れて寝るっていうのが毎日なんですけど、私自身も心が折れそうになりながらどうにか頑張ってトレーニングを続けてます。寝かしつけの後はキッチンとダイニングをきれいに掃除します。掃除が終わったらやっとリラックスできるので、このお気に入りの母乳にいいハーブティーマザーズミルクっていうものを飲みながら、ネットフリックスで旦那さんと一緒にテレビショーを見たり映画を見たりして2人の時間を過ごしています。寝る前の歯のケアは必ずフロスをして、歯の隙間をきれいにしてから歯ブラシをして、でその後にマウスウォッシュで口の中をきれいにしてから寝るようにしてます。で大体週1回は貼り付けるタイプのセルフホワイトニングを家でやってます。寝る直前にリビングの整頓をして、大体毎晩10時前後には寝るようにしています。という感じで私のナイトルーティーン以上になります。また次回の動画まで See you next time! バイバイ!